この物語は、元外務省のエリート三好亮が、その輝かしいキャリアを捨て国会議員になる道を選んだ理由をまとめた動画である。しかも外務省の元エリートでありながら、野党の中でも少数精鋭として知られる令和新選組からの出馬を発表したのである。なぜ与党である自民党でもなく、野党第一党の立憲でもなく令和なのか。その理由は、2005年英語もわからないまま渡米し、カリフォルニア州立大学ブラントン校に入学した三好亮青年。ギリギリだった。高校3年の時に英語教師の流暢な英語を聞いて憧れを抱き、渡米を決意するも成績は最悪だった。英語わからない。それでも諦めず、筋トレ、空手、野球に励んだ。高校時代の気力と体力でなんとか語学を習得。どんどん話しかけないと。は、ハロー。 Air, Japanese, glad you reached out. Nice to meet you. Well, you're something else, Rio. You've got some serious stamina. I can't afford to lose. Rio Miyoshi, let's throw the ball. If you think you can hit it, give it a try. こうして地道な努力を重ねた結果、さまざまな国籍の外国人と英語で議論ができるまでになった。彼は努力家ですね。そんなある日のこと、その中で日本が好きな人も多いにもかかわらず、歴史や政治の話になると日本批判が始まってしまい、植民地という言葉を何度も言われた。日本のことを悪く言わないでほしい。このことで政治への関心を持ち始めるのだった。そして2007年頃、過去の政治の資料を片っ端から調べ始める。自民党は統一教会とズブズブの関係じゃないか。こんな政党が日本のために政治をするわけがない。こんな政党に任せてはいられない。僕が政治家になって日本を変えてみせる。そして世界中から優秀な学生が集まる UCLA 政治学部へ転学成功。この時の彼の成績はほぼ全ての科目で A 評価だったという。優秀な学生として表彰されての逆転劇だった。そして台湾の大学院在学中に外交官試験に受かり、2013年外務省入省。ロシアに行くことになり、対ロ外交を学ぶ。将来政治家を目指す上で官僚の経験も積んでおこう。довольно молодой дипломат。この時点で彼がしっかりと将来を見据え行動する類稀な努力家だということがわかりますね。モスクワの日本大使館勤務後、総領事館で副領事として勤務。しかしそこで見たのは自民党に逆らえない官僚の姿であった。自民党大物議員 A の圧力で総領事館の移転が急遽決定。ええ、なんで急に、しかもすごく不便な場所。はい、先生がおっしゃるならそのようにいたします。その議員と懇意にしている会社に建設を発注するためだった。まさに利権政治の方程式。三好さんはあの若さで数々の政治の腐敗を目の当たりにしてきたんですね。広報活動に従事し、日本の魅力を発信するも、下がり続ける日本の存在感。ロシアの学生たちも中国語を習い始める。就職のことを考えたら今は日本語より中国語だよな。庶民から増税するくせに、それを一部大企業に横流しするのはおかしい。ちなみにこのロシア駐在中に韓国語も勉強を開始する。안녕하세요러시아여러분한국여러분제이름은미요시료입니다러시아총영사관에서부영사로근무하고있습니다잘부탁드립니다미요시さんは今5カ国語をマスターしているそうです。
いや、すごすぎでしょ。そしてやきもきしながらもロシアで日々を過ごすが、2019年一時帰国した際に運命の出会いを果たす。自民党のやっていることをやらなければ日本は良くなるんです。え、僕と同じ考えの人がいる。え、いや、ハスキーさん。失礼しました。ハスキーさんが少し差し込む映像を間違えたようです。正しくはこちらになります。それが、令和新選組、山本太郎との出会いだった。そして、真面目な彼は、様々なことを自ら調べ始めた。山本太郎代表の過去、令和新選組の政策などなど。ここは宗教やカルト、大企業のバックがない本物の政治をしているところだ。あの人と一緒に日本を変えたい。そして日本帰国後しばらくして外務省を退職、周りの反対を押し切り令和新選組の門を叩く。頼もう。そしてなんと憧れの山本代表の秘書として働くことになり。代表できました。ありがとう。国会質疑準備や外宣用スライド作成などを担当。実際に政治の世界に足を踏み入れ自民党政治を間近で見る。日本をわざと悪化させているとしか思えない。自民党への怒りが頂点に達する。一度限りの人生、この壊れかかった日本の再生に残りの人生をかける決心をした。それが三好亮です。すごい青年ですね。他人にはなかなか真似ができないことだと思います。そうだね。英語が喋れないところから始まり、猛勉強して現在では5カ国語をマスター、ピアノも弾けて空手の有段者という文武両道。そして何より彼の決断力と行動力、そんな人がエリートの道を捨て令和から出馬を決めた経緯は以上となります。きっと彼の中の政治思想や愛国心のようなものが彼を動かしている原動力の一つなのかもしれませんね。日本を切り売りするどこかのバカたちや、今だけ、金だけ、自分だけのバカ。今の官僚政治に迎合し、官僚の用意した作文を読むことしかできない今の腐った閣僚たちへ、彼の爪の垢でも煎じて飲ませたいものですね。神奈川2区は前首相であるガースーの膝元、まさに知名度で言えばありと巨像の戦いである。しかし三好亮なら何かをやってくれそうな気がしてならない。ぜひ彼の政治への思いや国家観、政策を聞き応援してあげてほしい。ハスキーもそう思っている。